あー、これ食べよう。軍曹からもらったの。これ、この間もらったやつ。これは前からいいかもしれない。これ食べようかな、いちご。いただきまーす。あ、これよくあるパターンだね。このなんていうの、おせんべいみたいな。これお土産でよくあるよね。中にクリーム入ってるやつ。ゴーフープンマ。おいしいおいしい。ね、これも結構高いからね。こういうのコンビニで買うとさ、5000円とか4000円とかすんだよ。お土産用だとね。こんな、クッキーだけど。5000円はしないか、1000円、1500円ぐらいか。こんな部屋？ちょっと違う味も食べよっかな。ね、あ、いちごの方が美味しい。ココアよりいちごだね。あいうえお、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 かきくけこ、さしすせそ、たちつてと、なにぬねの、はきふへお、まみむめも、まあ、やゆうよ、さだはまや、ラリルレロ、ワオン、ワオン、ラリルレロ、ラリルレロ、ラリルレロ。普通に血圧だったらね。でもさ、リスナーさんもわかるし、今日下回ってねえな、こいつって。だいたいもう、長いこと見てると今日、やばそうだなってわかるしよ。ナナちゃん今日回ってないわ、みたいな。お話が上手じゃないわね、とかさ。最近いつも。じゃあ昔のね、4年前とか5年前の録画を見るとめっちゃ回ってんだよ。すんごいもう、饒舌っていうか、ポン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 言葉出てくるし、かなりリズム感もいいしね。舌も引っかかってないんだよ。そう、めっちゃキレッキレあるんよ。キレッキレ。あ、最近はさ、ほら、ね、舌が回んなくて赤ちゃん言葉みたいになって、なんとかするよーろんとかさ、ね。おはようも、おはようになってるから、おはらーとかさ。え、引退か、そろそろ。え、おかまのおじさん引退か、次の世代に。この鬼滅サンド食べてみようか。鬼滅タイサンド。何が入ってんだろう。焼き豚チャーシューが入ってんだね。自虐的でね、あの、イノスケンとかけてんのかな。あれだってイノシシだもんね。あくま、え？もうソースがうまい。うん。美味しい。もう舌に当たった瞬間にうまいって感じ。このおソース、チャーシューのソースと卵のソースが合うね。これはローソン。はぁ、なんでミータソちゃんとやって私とやんないんだろう。小峠くんもそうだよ。みんなミータスちゃんとやってね。私のお気に入りの人がほとんどミータスちゃんとやってんのもね。でもあれやで、子供いるのに結構あれでもね、イケイケだよね、ミータスちゃんも。多分マサヤンとかもやってるし、マサヤン右乳くんとかもやってんじゃない。ゼロワンとかもね。えねえ、だってブーちゃんとかもそうじゃん。もうあの辺やってるしょ、みんな。
だ結構ね、配信ってね、狭い世界なんで、そうやってぐる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 回ってるから。うん。いや、でも羨ましいんだ。なんで私のオファーが来ないんだろう、みたいな。これ、唐揚げコンチート。私にワンチャン来てもいいよね、オファーが。私もご奉仕すんのにね、全然 OK なんだけどね。いつでも。24時間。これね、今ね、唐揚げくん1個増量なんだって。1個増えてる。不思議よね。でも、みぎちくんは今さ、ね、子供できて幸せそうだからね。ね。すごい良かったよね。で、みぎちくん出会った時はさ、なんつうの、出張ホストやろうかなとか言ってたぐらいだもんね。私に出張ホストみたいの紹介してくれってね。うん。いや、ちょっとの間ね、やってたみたいだよ。おじさんみたいな。マリアンヌちゃんってね、綺麗な方とね、あの子供できたの。マリアンヌちゃん結構綺麗、美人だよね。だから中華酢がそういうの少ないよね。直樹兄さんがやった女はあれだよね。直樹兄さんがオッパコしたの。あの人だよね。誰だ。大阪の時さ、シャンパン飲んでね、リスナーさんお持ち帰りして。ホテルに泊まってね、何もしてないっておかしな話でね。いや、本当に何もしてないみたいな。なんかベロンベロンに酔っ払っちゃって、その女の子リスナーさんね。そのお兄さんは、介護してたの。ほっとけばいいのにね。そんな。でも普通はさ、酔っ払ってても男と女だったらちょっとはあるよね。兄さんの優しいとこはそこよね。だから配信者2パターンのよ。堂々とやる人、裏でやる人ってね。ね、直樹兄さんもね、モテるんだよ、何気に。うん、あの、桜協会ってほとんど抱いた女だから。私なんてお釜だから女性リスナーさんが同性が多いから、ね。だって大体さ、ね、異性の配信者を見るでしょ。大体ね、法則で。女性さんとか男が多いじゃん。うん。うちは珍しいんで、オカマの枠っていうのね。同性っていう、女同士で話し合うってね。うん。うん。うん。のぼくんも配信してたよ、一緒に。ね。一緒に、あの料理作ったりとかさ、雑談したりとかね、ドライブ配信とかね。でみんな大変だよ、リスナーさんはさ、ね、あっちでこう言ってたってもう喧嘩になるわけ。リスナーさん、お互いのリスナーさん同士でね、ノブが何か言ってた、ナナがこう言ってたとかね、じゃあうるせえなこの野郎とか、毎日そうだよ、てめえあっちに戻れやこの野郎とか言ってさね、お互いのリスナーさんがね、鳩飛ばし合って、レイちゃんとかも相当言われたよね。ね、トウモロコシババーとか言ってさ。あ、でもレイちゃんとノブ君はまだ仲良しな方だったの、連絡取ってね。うん、なんか気に入らないリスナーだから、ヒデママとかすごかったんだよ。ヒデママとノブ君はめっちゃ仲悪かったの、ね。あのクソオカマとか言ってね、あんなんと付き合うんじゃねえよとか言ってね、
ね、ナナをね、あいつは所有してるとか言って、やきもち焼いて大喧嘩してたんだから。そう、ブロック入れたいとかね、ヒデママね。で、ヒデママがブチ切れてさ、なんなのあの男はってさ、あんた男の教育ぐらいはね、ちゃんとしなさいよみたいなさあんなのと別れた方がいいんだよとか言ってね、ま、毎日のように言われてたね。でもね、そのノブくんが予言したことがあるんだよね。ノブの予言っつってさ、1つ目、ヒデママは絶対にね、ニュースに乗るような大事件を起こすと。絶対あいつとは縁を切った方がいいと。で、アエコも暴力沙汰を起こすから、ね、あんなのと付き合うなってね大予言ね。で、この2人とはね、仲良くしちゃダメだとか言ってて、ね、でも今、未だに仲良しじゃんね。ノブとは別れたけど、その2人とは未だに絡みがあるっしょ。そう、当たってるけどね。なんか別れた理由は、だからお茶バッグキャンペーンの時だよね、 CM。あの時に、だこの間のあれでフルーツのイベントみたいな感じで、あれにお金が加わったみたいな、すんごかったんだよ、戦いがね。この間のフルーツイベント、お金は儲かんないじゃん、はっきり言って。無料のイベントでしょ。あれにお茶爆が初めてついて、ね、しかも CM に出れると、そのね、ランキング、お茶爆の数で、うん。で、一週間ちょっとぐらいイベントあった。二週間かな、イベントがあって、もう、本当、競い合ってる時に、お店でね、私追い込みをかけてたんだよね。お店の中で配信をしたりとかしてたんだよ。で、その時にちょこちょこね、やっぱ焼き餅だよね。自分が、参加できないって、ナナが遠い存在になってくって、私がお茶箱お茶箱ってキャンペーンイベントイベントってやってたらね、それでもう心がちょっと離れちゃってて、そう。で、結局最後にね、お前の家族は金かってね、家族のことを言われたの。 お前の家族はねろくでもねえってね、金ばっか稼いでね、そういう家族かみたいなこと言われたんだよ。だってお姉ちゃんとかママとかね、すごい手伝ってくれたの。その時テレビ CM 出さしたいってね、そういう風に言われたのがすごい嫌だったので、ちょこちょこね、親に連絡するなとかね、会っちゃダメとか言われてて嫌だったんだよね。すごい嫌だったの。それでその時に私爆発して、もうふざけんじゃねえよってね、そういう家族の悪口を言う人はもう嫌だからって、ね、それはもう許せないって、別にね、キャンペーンがどうのこうのじゃないんだよって、うん。で、ごめんなさいって、あなたとね、イベントを天秤にかけるわけじゃないけどって、私はツイキャスを選びますってね、本当はどっちも撮りたいけど無理だよねって、喧嘩ばっかしちゃうからって、私はツイキャスで配信者でやっていくことを選びますって、だからあなたは幸せになってくださいって。で、別れた、うん。それがね、3年前とかね。そしたらあれよ、別れた途端に閲覧が増えてくるよお茶箱もね、どん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 増えてってね、うん、あの頃はね、もう貧乏生活してました。リスナーさんからもらったチキン南蛮とか鉄板で焼いたりとかね、100均のメイク道具でメイクしたりとか。でも今やね、今や高級なね、牛肉食べれるしね、メイク道具もシャネルグね、シャネルエルメスね、洋服もたくさんもらえるしそう、
まあ、それはジョークとしてね。